組みちゃダメだよ。ゴアと同様の諸突猛進氷魔ですわ。ブルータル、お前もか。謎の炎、沈む刃、ハクリムユーマ、ダッシュから突っ込んでくる。勝てる巨魔神剣、変身ストール。こいつを食らい、殴り抜け、隠れ、かまい、右上はチリアクタ、吹き止め、なるわ。ローアン一戦、おとなしく眠ってくれ。マウオ、おとなしく眠ってくれ。おとなしく眠ってくれ。吹き止め、吹き止め、ユテモーガン、ロックさせ、握りつぶす、拒絶の一戦、なりゆき、よし、握りつぶす、やるや、浄化完了ってな。やばいよ、ここまともな場所じゃない。この雰囲気、前に見たのと似てる。汚れのルツボだ。氷魔を戦わせて強いのを生むってやつ。あれは孤独と呼ばれる邪法。ここは孤独を行うための遺跡のようですわ。そんなものを誰が。わかりませんが、グリーンウッド大陸にはいくつも存在しています。すべて封じられたはずなのですが。どう見ても感度全開ね。決まってる、ヘルダルフの仕業だろう。止めないと。何か術がかかってる。邪魔を防ぐための仕掛けでしょう。おそらく限られた者しか入れないようになっているのですわ。ここは俺だけってことか。一人での戦いか。俺なら望むところだがな。うわ、雨だ。ついてない。別に、スレイの中は濡れないし。それ取り付いてるみたいで怖いけど、ちょっとずるい。この雨寒すぎ。ケクチュですね。ヘクシュッチクサ。もう怖いっていうかうるさい。てか天族も普通にくしゃみするんだね。
これが…そう、グリーンウッド大陸最大の都、ペンドラゴですわ。宿は…セルゲイさん、数奇鏡の配下だ。捕らえようとしたのだが、ただものではなかった。とんでもない動きね。見えただろ、氷魔だ。数奇鏡の配下が氷魔になってるとは。申し訳ありません、教会神殿に逃げ込まれました。事実のようですわね。おそらく奴は連絡係だと思う。雨寒いんですけど、長話迷惑なんですけど。詳しい話は雨宿りできるところでお願い。仲間が寒がってて、天族だって風邪ひくんだよ。ロゼさん、見えない人にはわからないだろうけどね。失礼した。天族の方々もおられるのですが、我が騎士団とへおいでください。優しい奥方だ。うん、まだ奥方なんて言ってる。装備品の融合って実は法則性とかあるの？さすがロゼさん、その通りですわ。融合においてランダムで決まることは一切ありません。眠くならない範囲で教えてくれる？はい、まずは融合ルールは同じスロット位置のみで発生します。これだけでも複雑でないのがわかるかと。2つのスキルがスロット1とスロット3に入ってることもあるけど、意味があるわけだ。そうです、どの位置にスキルがあるか、それも装備品の価値を分ける重要なファクターですわ。重要な…でもって…あら、寝てます？
ここなら落ち着いて話ができる。なんとかなった？教会に入る手続き。許可は得たが、先ほどの事件の後では警戒されるだろうな。警戒は元からでしょう。今さら関係ないんじゃない？そうだよな。やましいことはないし、行ってみよう。ロゼさんがいらしてからスレイさんの積極さに磨きがかかった気がしますわね。心配する方の苦労も倍だけど。世話をかける。決めたのは俺だから。それに教会の中の神殿を見るのも目的なんだ。貴公はどこか教皇様を思い起こさせる。あの方も人のために身を惜しまぬ方だった。無駄な苦労好きなのね。そうなんだ。宿を用意した。天族の方々も今晩はゆっくり休んでもらいたい。ですが団長、潜入したボリスが連絡を絶ってもう3日です。急いだ方が。ボリスって？この長雨で食料事情は良くないが、ペンドラゴン名物のドラゴ鍋を用意させよう。心配ではないのですか？たった一人の弟でしょう。これ以上自分たちのツケを貴公らに背負わせたくないのだ。今は体を休めてくれ。セルゲイさんのお言葉に甘えましょう。わかった。ありがとう。セルゲイさんっていい人だな。はい、帝国の騎士団を率いるには正直すぎる気もしますけど。だな。ちゃんとやれてるのかな。他人の心配してる場合じゃないと思うけど。